ある日、浦島太郎が海辺を歩いていると、砂浜で子供たちが騒いでいました。ある日、浦島太郎が海辺を歩いていると、砂浜で子供たちが騒いでいました。近づいてみると、子供たちが小さな亀を棒でつついていじめていました。近づいてみると、子供たちが 小さな亀を棒でつついていじめていました。それを見た浦島太郎は、こら、生き物をいじめてはいけないよ、と言って、その亀を助けてやりました。それを見た浦島太郎は、こら、生き物をいじめてはいけないよ、と言って、その亀を助けてやりました。 その小さな亀は海へ帰っていきました。その小さな亀は海へ帰って行きました。それから何日か経って、いつものように浦島太郎が海で漁をしていると、どこからか声が聞こえてきました。それから何日か経って、いつものように浦島太郎が海で漁をしていると、 どこからか声が聞こえてきました。村島太郎さん、村島太郎さん。村島太郎さん、村島太郎さん。海を覗いてみると、大きな亀がこちらを見ていました。海を覗いてみると、 大きな亀がこちらを見ていました。私は竜宮城の使いです。先日,小亀,亀先日小亀を助けてくれたお礼に、あなたを竜宮城にお連れします。と大きな亀は言いました。私は竜宮城の使いです。先日小亀を助けてくれたお礼に、あなたを竜宮城にお連れします。と大きな亀は言いました。 浦島太郎は、その大きな亀の背中に乗りました。浦島太郎は、その大きな亀の背中に乗りました。その亀は、浦島太郎を背中に乗せたまま、海に、深く深く潜っていきました。その亀は、浦島太郎を背中に乗せたまま、海に、 深く深く潜っていきました。しばらく海の中を進んでいくと、とても美しい大きな大きなお城が見えてきました。しばらく海の中を進んでいくと、とても美しい大きな大きなお城が見えてきました。そのお城の入り口には、きれいなお姫様が立っていました。 そのお城の入り口には、綺麗なお姫様が立っていました。私は乙姫と言います。小亀を助けてくれてありがとうございました。どうか、竜宮城で楽しくお過ごしください。と、綺麗なお姫様は言いました。私は乙姫と言います。小亀を助けてくれてありがとうございました。 どうか、竜宮城で楽しくお過ごしください。と、綺麗なお姫様は言いました。それから浦島太郎は、竜宮城で、とても楽しい時間を過ごしました。それから浦島太郎は、竜宮城で、とても楽しい時間を過ごしました。浦島太郎は、 毎日とても美味しいごちそうを食べ、魚たちの踊りを見ながら、夢のような日々を送りました。浦島太郎は毎日とても美味しいごちそうを食べ、魚たちの踊りを見ながら、夢のような日々を送りました。しかししばらくすると、浦島太郎は家に残してきたお母さんのことが心配になりました。 しかし、しばらくすると、浦島太郎は、家に残してきたお母さんのことが心配になりました。乙姫様、私はそろそろ家に帰ろうと思います。と、浦島太郎は言いました。乙姫様、私はそろそろ家に帰ろうと思います。と、浦島太郎は言いました。 そうですか。それでは、お土産として、この玉手箱をお持ちください。そうですか。それでは、お土産として、この玉手箱をお持ちください。そう言うと、乙姫様は、玉手箱を浦島太郎に渡しました。そう言うと、乙姫様は、 玉手箱を浦島太郎に渡しました。そして乙姫様は、でも、この箱を決して開けないようにしてください。と言いました。そして乙姫様は、でも、この箱を決して開けないようにしてください。と言いました。 玉手箱をもらった浦島太郎は自分の村に帰りました。ただ、村に着くと何やら様子がおかしいことに気づきました。ただ、村に着くと何やら様子がおかしいことに気づきました。 道も家も様子が変わっています。道も家も様子が変わっています。見かける人たちも浦島太郎が知らない人たちばかりです。見かける人たちも浦島太郎が知らない人たちばかりです。 あんまり道が変わっているので、自分の家への帰り方がわからない浦島太郎は、道で出会った人に尋ねてみました。あんまり道が変わっているので、自分の家への帰り方がわからない浦島太郎は、道で出会った人に尋ねてみました。私は浦島太郎というものですが、私の家をご存知ありませんか 私は浦島太郎というものですが、私の家をご存知ありませんか浦島太郎聞いたことないな。この村にはそんな人いないよ。実は、 浦島太郎が竜宮城で過ごしている間に300年もの時が経っていたのです。実は浦島太郎が竜宮城で過ごしている間に300年もの時が経っていたのです。困り果ててしまった浦島太郎は乙姫様からもらった玉手箱のことを思い出しました。 困り果ててしまった浦島太郎は、乙姫様からもらった玉手箱のことを思い出しました。浦島太郎は、思い切って玉手箱を開けてみることにしました。浦島太郎は、思い切って玉手箱を開けてみることにしました。浦島太郎が玉手箱を開けると、 中から白い煙が出てきました。浦島太郎が玉手箱を開けると中から白い煙が出てきました。その白い煙に包まれた浦島太郎はたちまち髭の生えたよぼよぼのおじいさんになってしまいました。その白い煙に包まれた浦島太郎はたちまち ゲの生えた、よぼよぼのおじいさんになってしまいました。